まい。で、ハフカップな？ハフ。はい、皆さん。です。はい、はずきです。さあ、今日はですね、1万人突破記念として、旭川方面の方に旅行に来ました。イエーイ。で、つばき、旭川の皆さん。こんにちは。よーし、こんにちは。って言っても、ここは違うところなんですけどね。さあ、行きましょうか。さあ、行きます。かんつばきチャンネル。おーい。美味しい？美味しいでしょ、ね、早く食え。よし、さあ行ってみましょう。電話番号74、75、76番でお待ちのお客様。うん、750円。竹だけある。甘い。もう食べてしまった。めっちゃうまい。子供は食べれませんって言われたカレー。早くしろ。
あ、そうなんですね。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなの嫌だ。ガンダムはないのか。これ全部アンパンマンとかじゃすげえ。何やってたんだろうね。あるよ、ここに。あるの？うん、だってソフトのあれある。そう。アイスまず選んだんでしょ？食べてみな。ちょっと待って。うん、カタラーナが中に入ってるっぽい。はい、どうぞ。公開した。いちご大好き。めっちゃうまい。ハスカップ。おいしい。もうめっちゃうまい。よかったでしょ。うん、で、あなたいちごは？うまい。で、ハスカップな？ハスカップ選んだくせして、なんでハスカップ食べてないんだ、お前は。椿さんは。当たりでよかった。あ、1位なんだ。全然気にしてない。ここってあれだね。もうちょっとこう目線があれだと完璧だと。こんな感じ。あんなに暑かったのに。さあ今回も食いまくるぞ。食い倒れそうなの。食べてるとこしか多分行けないと思う。不思議そうな顔して見てるわ。ちょっとだい。抹茶、抹茶めっちゃ嫌いだよ。私語らないそうだよね。弱ったの。まあ、顔がかわいそうで。アレルギーがめちゃめちゃ発症してる。はあ、うん、あんまりその黒さあったかくないんだ。めっちゃうまい。あ、だって中がアイス入ってたね。外側も、外側今チンチンっていうかオーブンかけてくれたんだよね。いちごと混ざってるこれ。うん、美味しいね。で、いちごジャムつけると美味しい。抹茶が、抹茶も美味しい。うん、アイスは？やっぱり。うん。美味しい。あ、うん。ハスカップうまいわ。それじゃ、うん。いちごジャムつけると。なんかな。ほら、おいしい。バニラもちょっと変わってるね。おいしい。うん。うん、あっさり系の濃厚な感じだ。うん、素晴らしい。アイスクリーム症候群、アイスクリーム頭痛か。ごちそうさま。早送りなしだぞ。何公園っていうのか知らないけど、公園じゃないのかな、展望台。あ、まあ、さっきからフィーヒョローって言ってんだよね。トンビか、フィーヒョローって言ってんの。
ぐーり。ああ、逃げる、逃げる。